ノロドムシハヌークノロドムシハヌぬうく、1922年10月31日から2012年10月15日は、カンボジア国王、在位、1941年4月25日から1955年3月2日、1993年9月24日から2004年10月7日、政治家。シアヌークという表記は、英イの音を発音しない。 フランス語式の読み方で、原音に一番近い読み方は、ノロードムシーハヌである。カンボジア王族、ノロドムスラマリットと、シソワット・コサマックヒの息子として、当時フランス領インドシナの一部であった、カンボジアのプノンペンで生まれた。1941年、同じく、フランス領インドシナの一部であった、ベトナムのサイゴン、元宝チミン氏に留学中であったが、 祖父のシソワットもニボン国王、コサマック妃の父の宝魚に伴い、壊れて帰国し、18歳で即位した。カンボジアの王家は、ノロドム王、在位1840年から1904年を外、するノロドム家とシソワット王、在位1904年から1927年、ノロドム王の弟を外するシソワット家に分かれ、王位継承にあたって、両家の間で争われた。 しかし、1941年当時カンボジアを含む、フランス領インドシナの最高実力者であった、フランス領インドシナ総督の裁定により、シハヌークの即位が決定した。この背景には、シハヌークがノロドム、シソワット領家の血筋を引いている、シハヌークは両国王の彦にあたることと、まだ若年のため創始国フランスの意向に沿うだろうという思惑があっためと見られている。 フランス本土からドイツ軍が放逐され、後ろ盾を失ったビシー政権が崩壊した後の1945年3月に、インドシナ半島に進駐していた日本軍によって、フランス軍が駆逐され、インドシナ政府が解体されると、シハヌークは、隣国ベトナム、ホタイテイ、ラオス、シーサワーンウォンと、ゼンゴして、カンボジアの独立を宣言した。シハヌークは当初ベトナムと同時に、 独立宣言をするよう調整するつもりであったが、その連絡がうまくいかず、結局はベトナムの独立から2日遅れの13日の独立となった。カンボジアはフランスの支配に入る前はベトナムの圧迫を受けていたため、ベトナムへ強い対抗意識を持っていた。6月にベトナムがーチシナ島の旧フランス直轄地の改修を宣言すると、カンボジア側もーチシナの 約半分の領有を主張し、日本へ仲介を依頼している。しかし、それから2ヶ月後の8月15日に、日本が第二次世界大戦に敗戦すると、シハヌークは3月13日をカンボジアの独立の日としながらも、ベトミンの侵略を恐れて、一旦フランスの帰還を制限付きで認めた。そしてアメリカ合衆国をはじめとする諸外国を歴訪して、 カンボジアの現状と独立を国際世論に訴える、先方に出た。その結果、1949年にフランス連合内での独立が認められたが、警察権、軍事権は依然としてフランスの手に握られていた。これに満足しないシハヌークは力休にこもり、完全に独立が達成されるまで首都、プノンペンには戻らないと宣言、国内でも都市部を中心に独立を求める。 反フッツデモが大きく盛り上がった。国王の強硬な姿勢に驚いた上に、第二次世界大戦で植民地を維持し続ける国力も失ったフランスは、ついにカンボジアの完全独立を認め、1953年11月9日、新生、カンボジア王国が発足した。韓国の声の中、プノンペンの王宮に凱旋したシハルークは、以後、独立の父として、 国民の尊敬を集めることとなった。独立運動を通じて、自信を強めたシハヌークは1955年3月3日に退位し、父のノロドムスラマリットが即位した。退位後のシハヌークは、殿下の称号で呼ばれた。立憲君主国であるがゆえに権限に法的制限のある王位を離れたことで、活動範囲に制約のなくなったシハヌークは、同年4月7日、 政治団体、社会主義人民共同体、3クムリアハニオム、通称、3クムを結成し、その総裁として、さらに政治へ取り組みを表明した。3クムは、同年の総選挙で圧勝して、国会の全議席を制し、いわば、シハヌーク翼3体制ともいえる、政治環境の中でシハヌークは、首相権外務大臣に就任した。また、 1960年4月に富王が崩御した後は、王位を狂いとし、母のシソアットコサマック妃が交代号として国家の象徴となり、シハァルークは新設の国家元首に就任して政治指導に当たった。シハァルークの政策は王政社会主義と称されたもので、仏教の保護と王政による指導のもと社会主義的な政策を打ち出していった。また、外交面では、 アジアアフリカ会議や非同盟諸国首脳会議に当初から参加して中立政策を守り冷戦の続く中東西両陣営から援助を引き出すことに成功するなど隣国ベトナムやラオスが戦火に巻き込まれる中国内は平和を維持していたが政界では左派右派の対立が絶えず支配力が必要に応じて左派の徴用と弾圧を繰り返したためポルポトや イ遺延去り、旧サムファンといった左派の指導者はジャングルに逃れ、武力闘争に走ることとなった。ベトナム戦争中の1970年3月、首相兼国防省のロンノル将軍と副首相司陸、またく、シハヌークのいとこなどが率いる反乱軍が、軍事空出たを決行する。議会は外遊中のシハヌーク国家元首の解任、王政廃止と共和制志向を議決し、国名は、 クメール共和国と改められ、ロンノルが大統領に就任した。クーデターは、アメリカがシハヌークを、北、ベトナムや、南ベトナム解放民族戦線と近い、要求主義者とみなし、新米派のロンノルを支援して追放させたと言われている。シハヌークは、カンボジア領内に、南ベトナム解放民族戦線の補給基地や、北、ベトナムから、 南ベトナムへの人員物資補給路である、ホーチミンルートの存在を許し、一方で1969年を通して、アメリカのカンボジア爆撃を公に避難した。1970年1月には、アメリカ軍と南ベトナム軍の攻撃で、多数の民間人死者が出た何千件もの報告を含む政府公式白書を公表していた。また南ベトナムのフルロも、 軍基地などで反乱を起こした後、しばし、カンボジア領に逃げ込んでいた。クーデター後、ロンノル政権は、激しい反ベトナムキャンペーンを行い、クメール領のベトナム系住民を迫害、虐殺、追放した。また、ロンノルは、アメリカ軍と南ベトナム軍に、南ベトナム解放民族戦線を追撃するための、クメール領内侵攻を許し、さらにこれまで、 局部的であったアメリカ軍の空爆は人口密集地域を含む区名全域に拡大された。これにより数十万人の農民が犠牲となり、わずか一年半のうちに200万人が国内難民と化した。特に東部は人口が集中する都市部なども重点的に爆撃を受けた。農村インフラは破壊され、食料輸出国だった区名ルは食料輸入国に転落した。 こうした状況は、クメールの一層の不安定化を招き、クメールルージュの勢力拡大に有利となった。追放されたシハヌークは、当時3つの世界論を掲げて、アメリカとソビエト連邦の両方と対立していた中華人民共和国の北京に泊まり、中華人民共和国からの全面的な協力を得て、亡命政権、カンプチ王国民族連合政府を結成し、ロンノル政権打倒を訴えた。 1970年3月末には、コンポンチャムで、シュハヌークを支持する暴動が起きたが、武力鎮圧された。当時の州知事によればこの地域だけで2から3万人の農民が共産主義の影響を受けていた。その他、竹オスバイリエン、カンダルなど諸州で同様の放棄が起こった。シュハヌークは、個人的に親しい州恩来と対立する後世が、後押しするポルポト派を、 かつて弾圧したこともあって嫌ってたが、中国の毛沢東や北朝鮮の近日生らの説得により彼らと手を結ぶことになり、農村部を中心にクメールルージュの支持者を増やすことに貢献した。シハヌークは名目上、統一戦線のトップではあったが、あらゆる古い体制の徹底破壊を目指すポルポトと、その一派にとって、シハヌークは彼らの信念とは相入れない存在であり、 両者の関係は最初から緊張をはらんでいたと言える。アメリカが南ベトナムを見捨て、クメールを含むインドシナ半島から完全撤退したこともあり、1975年4月に中華人民共和国からの武器援助を受けた、クメールルージュはついにクメール全土を制した。クメール共和国は崩壊し、ポルポト派はシハルークを国家元首とする共産主義国家。 民主カンプチアの成立を宣言し、シハヌークはカンボジアに帰国した。この間、表向きは、元の地位に返り咲いたかに見えた、シハヌークだったが、実態は何ら権限を与えられず、クメールルージュが、お膳立てした、地方視察、そこでシハヌークは変わり果てた祖国の姿間のあたりにする、以外は、プノンペンの王宮に遊兵同然の身となった。同居を許されたのは、 第六夫人のモニクヒと二人の間に生まれた二人の王子、シハモニ、ナリンドラポン及びわずかな側近、従者だけであった。他の家族のうち、国内に残っていた者は地方に追放され、その結果、五人の子供と十四人の孫が虐殺された。当初は、シハヌーク自身も殺されそうになったものの、中華人民共和国政府が政治的理由からポル・ポトラに圧力をかけたために、 殺されずに済んだ。しかし、王宮内でも、ポルポト信奉者と化したナリンドラポンが両親を非難し続け、シハヌークはいつ殺されるかという脅迫感も、相まって、精神的に追い詰められていった。人々はを着用させられ、自らも着せられたシハヌークは、黒いメルセデスと自重した。1979年までに、ポルポト政権下で深刻な飢餓とマラリア、 虐殺により100万人以上のカンボジア人が犠牲になったとも言われる。シハヌークは病気療養を理由に海外出国を望んだが、クメールルージュに拒絶された。それでも彼は混成を続けた結果、1976年4月に国家元首の辞任が認められ、公認の国家元首、国家大幹部会長は旧サムファン以後王宮内に遊兵されたシハヌークは、 外の様子を知ることができなくなり、国際社会には消息が伝えられなくなった。1978年1月、ポルポトはカンボジア東部からベトナム領内を越境攻撃し、現地住民を虐殺した。1978年12月25日、ベトナムはカンボジアから脱出してきたヘンサムリニア、噴仙を指導とする越境難民たちに、 軍事訓練を施し、カンプチア級国民族統一戦線として、親ベトナムの軍を組織した。そして、カンボジア国内の反ポルポト派とも連携し、カンボジア国内に攻め込んだ。1979年1月7日、カンボジアに侵攻したベトナム軍がプノンペに迫ると、ポルポト首相はシハルークを呼び出し、国際連合安全保障理事会において、 ベトナム軍の不当性を訴えるよう要請した。シハヌークはようやく家族や側近と共にカンボジアを出国したのである。イエンサリ、キューサムファンはシハヌーク単独での出国を主張したが、ポル・ポト自身が家族同行を許可したという。そしてシアヌークは再び中華人民共和国に亡命することとなった。ベトナムの影響を強く受けたヘンサムリン政権。 カンプチア人民共和国が成立し、クメールリュージュ軍及びポルポトは、タイの国境付近のジャングルへ逃れた。ポルポトは、国の西部の小地域を保持し、大量内からの越境攻撃も行いつつ、以後も反ベトナム、ハンサムリン政権の武装闘争を続けた。1981年9月4日に、ポルポトとシアヌーク及び、 ウハジユ主義の孫さんの反ベトナム参パによるが創設された。その後、1989年にベトナム軍はカンボジアから撤退し、1992年3月に国際連合による国連カンボジア暫定統治機構、アンタックは平和維持活動をはじめ、初の PKO 参加となる日本の自衛隊も派遣された。 1991年11月15日にシハヌークは亡命先の北京から約13年ぶりにカンボジアに帰国した。1993年4月から6月まで国連の監視下で総選挙が行われ、シハヌークの次男、ラナリット王子の率いる分ン,ンペック党が第一党となった。なおポルポト派はこの選挙に参加せず、 新しい連立政権と戦い続けたが9月には政権議会が新憲法を発布。新憲法では立憲君主制を採択し、シハヌークが国王に最即位した。1994年にクーデター未遂事件が発生したが、これを最後に国内はおおむね閉廷された。1998年4月には中華人民共和国や北朝鮮からの支援も途絶え、 カンボジアの辺境にわずかに残ったポルポトハシハイン。地域のみを統治していたポルポトが死んだことが明らかとなり、この地も平定された。2004年10月20日には生前退位のために上位される息子のノロドムシハモニ王子。母は第六夫人モニニアット王妃と共に滞在先の北京から帰国した。退位した29日には8万人とも言われる市民が集まった。 退位後は、サムデックを滞在、先の中華人民共和国では太すめらと呼ばれたの、継承が与えられ、1993年から続く、自身の療養のため、頻繁に中華人民共和国を訪れる生活を送っていたが、2012年10月15日に、北京で心不全のため逝去。シハモニ国王とフンセン首相らは、北京に飛び、17日に、シハルークの亡骸は、 中国国際航空の航空機でカンボジアに返され、約120万人の国民が空港から王宮まで出迎えた。2013年2月1日から一連の国葬の儀式が始まり、2月4日には日本の秋篠宮文人親王や各国の首脳などが参列し、文人親王はシハモニ国王や奮戦首相を弔問した。儀式は7日まで行われた。 カンボジアの混乱した歴史の中、シハルークは二度にわたるようになり、一種類の大統領、二種類の首相のほか、職名のないカンボジア国家元首など、多数の地位と同様に様々な追放された政府のリーダーになった。そこで、ギネスブックは、シハルークを世界の政権で最も多くの経歴を持つ政治家であると認定している。また、 カンボジアで発行されている複数のリエル紙幣で、肖像が使用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。